久保さん、嘘の AI にっていうタイトルにしましょうか。まあ本来だったらもう適切、適正、適切な回答をしている AI、ロボットなんですけど、その適切な話を聞いても、いやそうじゃないんだよ。そういう話を聞きたいんじゃないよと。なんかないのみたいなね <laughs>。まあ結局みんな嘘の話が好きってことですね <laughs>。あのー、なんすかね。あのー、 なんすかね <laughs> まあ僕もずっとやっぱりいろいろやってるのでやっぱあのまあ少ないデータですけどねまあ久保さんもいろいろやってきて分かると思うんですけど少ないあのデータの中でも開きっていうのは出てきてどういうキャッチコピーに興味があるのかこっちのキャッチ例えばあの思考ですよね例えば儲かる方法儲け話の話と思考の話をするとまあカスタムサムネイルで言うならば絶対こっちの方がクリック率上がるんですよ <laughs> でも思考だ、だ考え方大事じゃないですか <laughs>。だから本当に大事なものっていうのは、AI が教えてくれて、なんかね、あの、僕は、オンデーズの田中さんのスピーチがすごく好きなんですけど、成功するために、マスオさんが教えてくれてるよ、みたいな。あの、なマスオさんじゃないかなだ誰なのかな,なかサザエさんで教えてくれてるみたいな。宿題しろよとか、挨拶しろよとか、なんか、ね、サザエさんで教わったよ、教わってるよと。だから、なんか別にその、 特別なことじゃなくて、なんかありきたりなことなんだけど、それがやっぱできてない例えば、挨拶に関しても、大人になると、子供の時はできてたけど、大人になるとできてない。とかね、なんかまあ、そういう話、スピーチがあって、もう、本当にそうだなと思うんですよね <laughs>。なんかその、YouTube で稼ぎたいのに YouTube をやらないっていうのは、続けないっていうのは本末転倒じゃないですか。なかこれを会社で、ね、当てはめるんだったら、 会社から給料もらいたいのに会社に出社しない、うん、ネ,ットにかネットで稼ぎたいのにネットに出社しないこれは本末転倒じゃないですか。で、自分で出社したくないんだったら組織作って、まあ大、外注化するとかあ、人を雇って人にやらせるとか、まあ自分が出社しないんであるならば、あのー、ね、そういうふうにやらせるっていうこともできぶるわけですから、それをやるっていうことですよね。だけど、なんか、魔法の話の方がいいですよね。いってらっしゃい。